今回は、えー、マーブルスーパーウォーのマグニートですねの動画になるんですが、えっ、ー、と、味方にミッドレーンをぶっかがされてしまった状況で、うん、まさかの明治、本当はミッドレーナーで余裕でジャングルができるというようなところをご紹介しようと思いますが、えっ、ー、と、これはサポートのアードゥかですかねの人が一緒に利用できている人で、あのキャラクターばっかり使ってるんですけど、まあそんなに、へへへへ。 まあ、野良よりかはみたいなそういう話ですけど、まあ、しょうがないですね。一緒に行こうってよく、まあ、結構みんな話しかけてくれて、行こう行こうって言ってくれるんですけど、みんなお構いなしに誘ってくるんでね、めちゃめちゃ本当に、うーんって感じですけど、ちなみにこの、えー、っと、MM の人もフレンドですが、あまり一緒には行きたくないですね。なんて言ってるとまたあれなんですけど、まあ、てな感じでやってますが、えー、まあ、どっかで、あれ、マグニートの動画ってこれ初めてなのか、もしかして。 ああそういうことか。えっ、ー、とマグニトに関してはスキルを打って。 その後、一発の通常攻撃が強化されるというところで、強化された後、弾が落ちるという感じになりますので、1スキで3個弾が落ちて、通常攻撃1発でもう1個で4個、2スキ打って5個、えー、あシールとして6個ですね。なので、最大6個の弾を使ってウルトを活用することができます、えー。ウルトに関しては、近場にある弾を吸い込んで、その分的にダメージです、ね、を加算させるといったような形なので、極力弾を地面に設置しまくって、ウルトを打てるようにしておくと良いと思います。というところぐらいですね。ただマグニート ジャングルは負けなありではないけど、まあ、できなくはないというところなんですが。まあ、そもそもまあこれ系のキャラクター総じてなんですけど、レベル6にならないと好きえと上の、えー、必殺技を覚えませんので、そうなってくると結構辛いものがありますね。ただ、結構広いハラスが可能になりますので、強いというのと、えー、まあ1スキ式の後の2式の弾きの弾も結構飛ばせますので、わりかし強いと思いますね。ただ、やはり。 えー、ウルトが覚えてないので、ちょっと物足りなさを感じちゃいますが、まあ、行くしかないですね。わお。うん、まあ、あの、本当に6レベルまではコツコツという形でおとなしく立ち回りますね。まあ、別にハンマー、まあ、ジャングルアイテムが非常に優秀なゲームなので、基本的にはどのキャラクターでもジャングル、ハンマーさえ持っておけばやろうと思いますね。 まあ、ハンマーなしでもできなくはないですけど、まあ、せっかくスペルが2つ持てますので相手ハンマー削らなくてもいいのかなというところとハンマーはやはり優秀ですので取った方がいいかなという気がしますねただまあ6レベルまで割りかし結構長いので、まあ、もちろん試合時間からすれば、まあ、ここの23分ぐらいで取れるかと思えば、まあ、そうかもしれないですがやっぱり今のタイミングの時に何度か当たれそうな特にまあトップ、ミッドのところのタイミングで4ではないので4でうると覚えてないので まあそこは非常に残念なのかなという気がしますね。未だにまだまだですから、結構レーンでお邪魔して吸わせてもらうしかないですね。いや、まあ一応ガンクで動いてますが、ウルトがないので、基本的には殺しきらんのですよね。ただ見てわかる通り通常強化がめちゃくちゃ強いので、今みたいな感じで、割とスキル後の通常を含めて2巡ぐらいすると結構削れて、あれ殺せちゃうみたいな状況になります。 なんでしっかりとスキル回して通常一発入れておくっていうのは忘れないようにコツ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 やってあげるといいと思います。で、まあ6になったのでここからが本番ですね。まあとりあえずはこんな感じで、えー、1ウェーブ処理するのも別に遅くはない状況ですので、まあこんな感じでファームしてあげて、ホットレーンですね。まあハげちゃってますが、まあ後入りでいけそうな状況なので入ろうかなと思ったんですが、まあそろそろ、えー、っと、 えー、フェニックスかな評価はかないの湧きタイムもありましたので、ここでしっかりとやって、一周させて処理という感じですね。ティティただ、地味に痛いんですよね、ファイヤー。わ、まあ、わや、死にかけるのかっていう感じだったんで、まあ、ウルトがえ下で使っててなかったんでよかったんですけど、あれ、アいつウルト持ったらワンチャン死にましたね。そういうところがあるので、基本的にはやはりファイターと殴り合う。やべえ、これリセットする。 うんあのー、このゲーム、ジャングルのモンスターリセットすぐしちゃうので、まあ、本来こうあるべきだとは思うんですけど、非人の感覚でやってるとかなりリセットしますので、そこは注意したほうがいいですね。でまあ、ウルトも上がりそうですので、とりあえずは突っ込みに行きたいんですが、当たってほしいですね。マジ危ねえ、エグゼキュートラッキーですけど。 いや、エンジェルまで入らってなかったですね。まあ、ウルト、広いようで狭いので、まあ、ウルトするときはできる限りフラッシュから絡めて、しっかりと近場でクイってやってあげた方がいいですが、ちょいと届いてなかった、それ大丈夫かいや大丈夫じゃねえな。 まあ、敵にライズマンねあの、思った以上に簡単に氷結ぶっこいできますので、かなり OP なキャラクターですがあま,り、まあ、みあまり見かけないわけではないですけど、あんまりなんか使われてないですね。普通に強いと思いますね。1と2好きで、あの何回も氷結させられますので、相当強いですよ。パリティネイけど、やれるかいや、やれない、やれない。うーん。 っていうか普通にミッド譲ってくれてもよかったんじゃないかなという気がしますが現在マグニート無料ではなくなってしまったのでかなりんもったいないというかまあいいミッドレーナーが消えちゃいましたねただその代わりに出てきたストームですねこれめちゃくちゃ強いですねまあちなみにあのこのゲーム まあやってる人が見てるんだと思うんですが、えー、ストーム実は無料でもらえるキャラクターなんですね。ただ、ストームもらうためには ARM っていうような特別なミッドレーン1本しかないゲームのモードと、 えーとロールでいうドミニオンだったかな、ちょっとごめんなさい名前が分かんないですけど、まあ、そういうお祭りモードみたいな、平安京でいうなら100期ていうのがあるんですが、まあ、そういったモードがありますので、そこを1個ずつやっておかないといけないんですが、自分のレートが高くなればなるほど、そのモードでマッチングしなくなりますので、今の私の状態だと全くマッチしないですね。 ということになり得ますので、そこは注意してください。で、ある程度装備が揃ってくると、今みたいな形で対腕でワンパンで武ワンパンではないですけど、まあ余裕で、ある程度余裕を持って殺せるようになってくるというふうになりますので、まあマグニートはありですね。で、個人的にはなるべく早めに3番目か4番目ぐらいには、えー、っと、わら、平安京でいうゾーニャ、えじゃあじゃじゃじゃ、ヒジでいうわら、ロールでいうゾーニャ、平安京でいう今後、 を作っておくと非常に強いですね。いや、これはあわや負けそう。いやー、いてる。どうしようかな。 バチギレてるじゃないですか。何かしてくれっつって。何もしてねえぞっつって。言ってますね。て <laughs> か、04はやべえだろ。いやでも、まあ、正直な話、これを言ったところで何もならんのですけど、まあ、自分的に言,言いたくなっちゃうやつですね。まあ、あ,れはあんまり言わない方がいいと思いますけどね。 でも、煽ってるわけじゃないんですよね。なんかしてくれっていう、えー、説にないお願いをしてるんですけど、お願いは通じないことがほとんどなので、まあ、あんまり言っても意味ないですね。なんで、試合、えー、ゲームしてる最中に動かすのはもったいないんで、死んだ時に言ってあげるのが非常にいいですね。というか、ストームとかめちゃくちゃローミングしやすいキャラクターなんですけどね。1スキーって、2、1流せたけど、ワンウェーブちょろい処理でいきますので、めちゃくちゃちょろいキャラクターなんですけど、全くちょろくショーファームできてないんですよね。押せてない。てか、ミッドレーンで2位とされると、マジでイラッとしますね。 でマグニートに関しては1上げですねその次に2を上げるか3を上げるかぶっちゃけ3でもいい気するんですよねあ結構ローミングするとかパーティーやってるんであれば3上げてもいいと思いますね13、まあ、ただ2を上げておくとスローの通知がでかくなるので悪くはないんですが3を上げていくと移動速度とシールド値がでかくなるんですね、まあ、どっちがいいかなとは思いますが、まあ、3上げ1も2上げも3上げもどっちもクールダウンが減少されますのでありですね 個人的にはやはり三二1、3、2の順番で上げるのがいいのかなと思います。ってな感じで、まあ、猫じゃなくて、まあ、これなんていうの、バロンってなんだろうな、まあ、あの悪魔ちゃんもやれちゃうよというところですね。で、一応マグニートこんな感じで、まあ、マグニートですることはないんですけど、まあ、こういった形でジャングルのきれいに2つうまいことを集めると、 処理しやすいだけですね。めちゃくちゃ早いわけではないですけど、まあ、処理しやすいですよって感じですね。ある程度スキル回して、弾だけ貯めて、いって、最後に割らして、まあ、こんな感じですね。いや普通にあの強いんですよね、マグニート、めちゃくちゃ本当に。で、割、ま、ら、あ、とのシナジー、まあ、今回この面球みたいなイテーマとのシナジーが非常に高いですので、 おすすめですね。で、あんまりまだこのアイテムつくまあ、やはりうまい人もちろん作ってくるんですけど、やっぱり作らない人非常に多いので、おすすめですね。ただ、まあよくある復活の通販のユミンヒジンでいうのは、このアイテムないと思うので、まあ、わら。 だけで、すねでこのさっき倒したやつを召喚しておくと、これは倒した人が取得できて、時間切れになると消えちゃいますね。自動では出ないので注意してください。で、今のやつを出しておくと、出た瞬間にウェーブですね、現在流れている敵ウェーブを、えー、処理するような沼が出ます。ただ、絶対ではないので、まあ処理、 ししててくれるかなっっいうちょっとしたダメーージソースの1つとして出て出きますただ、それによってウェーブが確実にプッシュウェーブ作れるようになりますので、まあ、それを活かしながらというところと、まあ、出す場所は一応コントロールできますので、まあ、うまいこと様子を見ながらそういう感じでいくといいのかなと思いますね。ただ、割とタワーがあの折れづらいというか、まあ、特に最後のベースの方がやりづらいので、まあ、リスポーンが短いんですよね。結構早く上がってきちゃうので、倒しても倒してもなんか、 湧いてくるみたいな状況になっちゃうんでね、そこが本当にもうちょっと調整してほしいなって気がしますね。うん、このままエンドンできるのかないや、まだエンド無理そうだなそう。さっき倒したばっかなんですけど、こんな感じでエンドにならないんですよね。これ大丈夫かな大丈夫か。ワンチャンエンドかいや、無理だよな。いけるかあ、いけるかあ、いけそうだ。あ、よかったよかった。 まあ以上こんな感じで、えー、マグニードのジャングルですね。まあなくはないけど、早くもないっていうような、まあ。 うんっていう状況ですね。いや、でも、いてこまれますからね。まあ、いろんなロールできるようにある程度しておくっていうのは大切だと思いますので、まあ、ぜひとも、まあ、マグニートでジャングルというよりか、まあ、マグニートはミッドですね。をやってみているといいと思います。かなり本当に集団戦強いキャラクターですので、ぜひ試してみてください。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。